四国の右下、徳島県海部郡。北から南町、麦町、海陽町をドライブで巡る女子二人旅。海あり、食あり、絶景あり。さあ、一緒に行ってみましょう。ここはウミガメに出会える町、南町。日和佐からはウミガメの産卵で有名な大浜海岸、四国大遍路の第23番札所薬王寺とその門前町が広がります。ここは薬王寺本堂、薬除けの寺とも知られ、お遍路さんに限らずたくさんの方がお参りに訪れます。薬王寺本堂からさらに上にある湯木島からは阿波江と呼ばれる細い路地が残る古い町並みを一望することができます。大浜海岸へやってきました。毎年夏になるとウミガメがこの砂浜にやってきて卵を産むことから、地域の住民により清潔な海岸が保たれています。もしウミガメの産卵に出会うことができたら、そっと見守ってくださいね。大浜海岸のすぐ目の前には、世界でも珍しいウミガメ博物館カレッタがあります。ここでは様々な種類のウミガメに出会うことができますよ。ウミガメが優雅に泳いでますね。とっても可愛い。ちょっと一休みしましょう。徳島県海部郡のご当地グルメ、南阿波丼。このアオリイカ丼のように地元の食材を使った創作丼が有名です。お腹が満たされた後は観光船ウミガメマリンクルーズで自然の織りなす絶景を味わいに行きましょう。わあ、高い。この船場海岸の一番高い崖は250メートルもあります。ここは徳島県最大の洞窟、恵比寿洞です。ちょっとこの海の中に一緒に潜ってみませんか。四国の右下、海部郡はこの豊かな海があってこそ飽きることない魅力にあふれています。ぜひ遊びに来てください。